敵は相手チームだけではないようで、日本ハムが16日の楽天戦、楽天モバイル、256と痛恨の逆転負けを喫し、2連敗。3位、ロッテとは45ゲーム差をつけての2位をキープも、9月は10試合で6勝4敗となり、26試合で16勝9敗、1分けと快進撃を見せた8月に比べ、やや疲労感が漂い始めている。2年連続最下位からの CS 進出へシーズン最終盤に入り、 一末の不安を抱えている。今後1週間、あまりにも不規則、かつ過酷な長距離移動を強いられるからだ。日本ハムは16日に宮城、仙台での楽天3連戦、1試合は雨天中止を終えたが、17日からは移動日なしで福岡でのソフトバンク2連戦、水穂ペーペーが控える。その後、20日に1試合だけの北海道、北広島の本拠地に戻って楽天戦、エスコンを行うと、 再び移移動動なしで大阪に移動間髪入れずに21日から敵地でのオリックス2連戦京セラを消化しなければならないさらに地獄日程は続き23日は当日移動で大阪から埼玉所沢に赴き敵地西武線ベルーナその後は再び本拠地北海道に戻って25日からは2連戦エスコンで楽天を迎え撃つことになる